シルバー A43 型シールベイはフランスのネイバルグループ社が開発したミサイル垂直発射システム。シルバー VLS はパムズ武器システムのミサイル装備の中心となるものとして開発された。当初はアスター艦隊空ミサイルの運用のみを行っていたが、後に本機に対応してより小型の股間防空ミサイルや長射程の巡航ミサイルも開発された。 シルバー VLS はアメリカ合衆国のマーク41と同様のホットローンチを採用しており、8セルが1モジュールを構成する。マーク41と同様ミサイルコンテナの高さに応じて A35、A43、A50、A70 の4つのタイプが開発されている。これらはそれぞれの名称がコンテナの高さを表しており、 例えば A43 型の全高は4.3メートルである。これらはそれぞれ、下記のようなミサイルを運用できる。シルバー VLS の規格と、搭載可能なミサイルの図式このうち、小型、短射程の VT1 は、アメリカの SM のように、4連装のキャニスターを介して搭載できるので、搭載段数を増やすことができる。また、 A70 型では、アメリカ製のスタンダード SM-2ER、艦隊防空ミサイルやトマホーク巡航ミサイルなどの運用も可能である。イギリス海軍、イタリア海軍、サウジアラビア海軍、シンガポール海軍、フランス海軍。ありがとうございます。